こんにちは。今日はお絵かきをしようかなと思ってます。この間の動画にもちらちら登場していたんですけど、おうち時間に入ってから iPad でお絵かきしてることが多くて、めちゃくちゃ楽しいんですよ。なんか本当に時間を忘れて描けるので、無計画ですけど、今日はとりあえずそのお絵かき時間を撮ってみてます。あれ、ん、え、壊れた、なんか飛び出てる、反応しないんだけど終了、あ、よかった、あ、これで戻ったよね、くっついた、よかった、お絵かき企画が終わるところでした。最近描いたのは休日の弟ビール飲んで YouTube 見て猫と戯れて空想で描きました。なんかこの黒髪に赤いワンピースとか赤リップとかすごい憧れるんですけど、なかなか私は似合わないのでちょっと憧れを描いてみました。これは怖いね、ちょっと首だけになっちゃったから。なんかでもあの美容室のあのマネキンみたいなイメージ。今うちに猫ちゃんをお預かりしていて、里親さんが見つかったんですね。だからこの何週間か一緒にいたんですけど、もうすぐお別れしちゃうので、この子を描くのもありかなと。アメリカンです。アメリカンカールなので、まあ名前を つけると愛着が湧いてしまうとか、まああと私が今後ずっと一緒にいるわけではないので名前はつけなかったんですけど、アメリカンって呼んでました。書いてみるか、アメシャン。これはアドビフレスコ、アドベフレスコ、あのこの間の動画で紹介したアプリで、これタダなんですよ、無料で、すっごいいいマーカーの種類とかがあって、でも普段いつもこのマーカーブラシ使ってます。書いてみた、こっち向いてくれません、耳はねアメリカンカール組んでけどね、カールしてないの。アメシャンです。男の子でしゅ。あ、じゃあ面白かったアメちゃん描こうかな。外に出たくって網戸をこう登っててロッククライミングするみたいに、その姿がめちゃくちゃかっこよかったんで、肉球がね、肉球、アメちゃん肉球にしてる。アメちゃん、これわかる？これ自分だってわかります？あの時のアメちゃん思い出して、ほんとこんな顔してたんだよね。こういう毛の色の感じとかもなんかパーセンテージとか流量とかで薄くできるからすごい便利。マネちゃんの耳はピンクです。こっちのピンク、あ、鼻の色、鼻、じゃあちょっとマネちゃんの肉球でお絵かきしてもらいましょう。
よ。ちょっと待って。はい。どうぞ。はい。めちゃくちゃじゃん。できました。あ、でも画面でも見えるか。アメちゃんと私の合作。アメちゃんありがとう。できましたよ。猫ちゃんやっぱ難しいね。でもアメちゃんとの記念になりました。皆さんもよかったらやってみてくださいっていう感じで天ぷらお絵かきタイム以上かな。皆さん、温かく、健やかな時間を過ごしてください。それではバイバーイ。